ビルトンチャンネルです。今日は直感的な操作で簡単にキャンピングシェルを立体設計できるアプリを見つけたので、実際に設計してみました。その使ったアプリがこちら。このスケッチアップというウェブ上のソフトを無料で使えるのに、小1時間ほどの作業で結構クオリティの高い設計図ができたので、めっちゃテンション上がりました。先日のキャリーの納車から時間も経ち、だんだん運転にも慣れてきました。購入した車の荷台のサイズを調べ、設計図を書き始めたんですが、一つ問題が発覚。私は設計図を YouTube のサムネイルの作成でいつも使っている無料のキャンバというソフトで2次元の設計図を書いているんですが、このソフト無料でとても使いやすいんですが、やはり2次元なのでどうもうまくイメージができません。このキャンバというウェブ上で使えるアプリなんですが、スマホやタブレットで共有できるので使い勝手はめちゃくちゃいいんですが、 3D 画像を作成するのがとても難しく、縮尺もデタラメなものが上がってしまいます。これはこれでイメージできなくはないですが、縮尺が違うのでなかなか思ったように設計できません。そこで初心者でも気軽に使える CAD の無料ソフトを探して、いろいろインストールして試したんですが、私のように設計を一切やったことのない素人が直感的に使いこなせる CAD のアプリやソフトは数日かけても見つかりませんでした。いくら探しても良いソフトが見つからないので、縮尺が適当な設計図でシェル制作を進めようかと半分諦めかけてたんですが、リサーチにリサーチを重ね見つけたのがこのスケッチアップ。これは有料版と無料版があるんですが、今回私が使用するのは無料で使えるウェブ用の 3D 設計できるアプリです。これはメールアドレスを登録するだけで簡単に使えて、後から課金されることもありません。基本はパソコンで使うのが一番使いやすいですが、スマホやタブレットでも使えることを確認できました。このウェブ用のアプリ、直感的に設計できて、全くのド素人の私でも1時間程度でそこそこのクオリティの 3D 設計ができたので、今回共有をさせていただきます。まずこのアプリを直感的に快適に使うためにはマウスが必ず必要です。これはスマホやタブレットを使う場合でも同じで、 Bluetooth 型のマウスを使えばパソコンと同じように動きます。マウスは映像のようなホイール付きのものであれば、ホイールを回転させることで簡単に拡大縮小できます。基本操作はこのマウスの真ん中のホイールの部分を押したりくるくる回したり、動かすことによって立体的に俯瞰したような図でも確認することができます。これはスマホやタブレットを利用しても同じような形で簡単に設計することができて、 Bluetooth のマウスとキーボードがあればパソコンとほとんど変わらないような形で設計することができました。使用操作性はパソコンの方が上ですが、タブレットを使った場合指で拡大縮小もできるような形になっています。ちなみにこのスケッチアップはアメリカのインチ規格になっているので、この右下の i と書いてあるモデル情報をクリックして、今形式が長さの単位がインチになっているんですが、これをミリメートルに変えてあげると、この男性の身長も測ることができます。身長を測るときにはこの左下の部分の寸法を押してあげると、このようにマウスで持っていって上まで上げてあげると、ちょうど今身長が1900mm、190センチの大きさになっています。この男性の身長を伸び縮みさせることはできないので、そういった場合にはこの右の部分のこの 3D ウェアハウスという部分を選んで、この 3D ウェアハウスに保存されているモデルの人型を変更することができます。マンと打って検索してみます。そうするとこのように出てくるので、実はもう検索をしていて、私の身長の172センチに近い人を見つけているんですけども、この人を選んでこれを一応 3D でプレビューしてみると、こんな感じでこちらの男性よりは少し小柄な男性をダウンロードすることができます。ダウンロードします。そうするとこのようにダウンロードした男性モデルを
配置することができました。ちなみにこの男性の身長を測ってみると、先ほどの寸法というところを選んでマウスを当ててかかとから頭までの距離を測ってみると、このように1713、約171センチと私とほぼ同じぐらいの体格のモデルに交換することもできます。この190センチの大柄な男性はちょっとモデルになりにくいので、この部分で矢印マークを選んで一度反転させたらデリートボタンを押すと簡単に消えてくれます。そして身長の部分の寸法も邪魔なので消しておきます。さて、これからこの部分にキャンピングカーを作って作成していくんですが、作成の仕方もめちゃくちゃ簡単です。まずこの左の部分に長方形という切り替わるボタンを押してあげて、この辺りに長方形の面を描いていきます。これはマウスの左ボタンを押しっぱなしにして離すだけなのでめちゃくちゃ簡単です。で、今回適当に長方形を作ったので、横幅1267と縦4063mm になっているんですが、私はあらかじめ平面の設計図をキャンバーを使って詳細にデータを打ち込んでいたので、こちらのキャンバーの平面図で設計したデータを使ってよりリアルな立体設計図を作っていきます。私の設計しようと考えているシェルは縦の長さが 3m40、3400mm、 あとは横幅をちょうど 1700mm ぐらいで作ろうと思っていましたので、こちらの数字をスケッチアップに反映させます。で、有料版だとこの部分に距離や数値を打ち込んでいくと、もうそのままで寸法が綺麗な形のものが出来上がるんですが、無料版だとそれができないので、この寸法という部分を選んで一つ一つこのように長さを測ってあげて、縦と横の長さをこのように寸法を出してあげます。ここでこの尺度というものに合わせてこの部分をクリックすると、このように緑の点ができます。この緑の点の真ん中の部分をこのマウスでドラッグしながらこのようにやってあげると自由に長さを変更できます。これで私が作りたい長さの 3400mm に合わせて、そうするとこのように3400と1700のぴったりサイズの長方形ができます。次にこの部分を直方体にして立体的な箱を作るんですが、それもめちゃくちゃ簡単です。私はシェルのこの高さを 1860mm と設計していたんですが、余裕を持って 1850mm で設計することにして、このスケッチアップの左側のこの部分にプッシュプルというカーソルがあるんで、ここをクリックしてこの面を選択してあげます。そしてマウスの左ボタンを押したままにしながら、この右下の距離の部分がちょうど1850になるように上に上げてあげて、このように1850になるように設定してあげると、ぴったり 1850mm の高さの直方体を作ることができました。次にこのキャンピングシェルのバンクの部分のこの部分、この部分の作り方もとても簡単で、こちらもマウスのホイールをくるくる回転させて、まず縮小させてあげてからマウスのホイールを押し込んでドラッグしたままマウスを動かすと、このキャンピングシェルの方向転換が簡単にできます。ここでこのカーソルをこのラインの線という部分を選んであげて、この部分にエッジアップというのが出たら、これがこの直方体の底面の角にあるということなので、ここをクリックして横一直線で線を引いてあげる。こうするとこのように簡単に線が引けます。この線はとても重要で、この線を引いたことでキャンピングシェルの底面が分割されて、マウスでも面を選択できるようになります。実は今この面とこの面が分かれたことになっています。そして今へこませたいのはこのバンクのこの部分なので、ここで先ほどのプッシュプルというものを選んで、マウスの左ボタンを押したままにしながら上に上げてあげるだけで、このように簡単にバンクの形状になってくれます。これはマウスの左ボタンを押しながらドラッグドロップするだけなので、直感的に操作できます。で、私はこの部分の高さを 1150mm にしたかったので、この部分をこんな感じで 1150mm の
キャンピングシェルの形をした箱が簡単にできました。ちなみにこういった角の部分がカクカクしているのが私は嫌なので、ここを丸くすることもすごく簡単にできます。実際にこのキャンピングシェルの箱を回転させて、この底面の角を丸くしてみます。この角を丸くさせるには、この左下の3つの点線を押して、この二点円弧というものを選んで、マウスを使って角の部分に曲線を書いてあげると、こんな感じでくっつけてあげると、この部分がこの矢印で選択できるようになります。で、これをですね、マウスで回転させて、一度このバンクの底面のこの部分を矢印で選択してあげて、次にこのもう一度この左下の点線を押してあげて、フォローミーツールというのがあるので、このフォローミーというのを押して、先ほど作ったこの角の丸いものを押します。そうするとワンクリックでこんな感じでキャンピングシェルを丸くすることもできます。で、このようにしてできた形状、今回は概要だけをお話ししますけれども、このようにやっている段階では中が見えない状態なので、この中を簡単に見やすくすることもできます。それはこの矢印ボタンを押してあげて、このバンクの側面をクリックして反転させます。これでバックスペースもしくはデリートキーを押してあげると、このように中もきちんと見えるようになってくれます。ちなみにこんな感じでできたシェルの中に、この私に模したモデルの人を入れてみると、こんな感じで中に配置をすると、このように私の身長でもきちんと立てるようなキャンピングシェルを設計することが可能です。このぐらいだと、これに私が取り付けようと思っているクーラーや FF ヒーター、寝具や家具等を入れても、縮尺が同じものを配置できるので、キャンピングシェルの中のイメージが簡単にできるようになります。ちなみにこの後部のパネルも簡単に取り払うことができるので、本当にめちゃくちゃイメージがしやすくなります。これはこれからキャンピングカーやキャンピングシェルを購入予定の方にも、このようなデモの空間を作って確認していただくと、とてもイメージがしやすくなります。この程度の仮のシェルでしたら1時間もあれば簡単にできますので、そういった意味ではこういったものを使って内装や外装のシミュレーションを簡単にできるので、思っているイメージを膨らますことができます。ちなみにこのバンクの上の部分のこの丸みを帯びた部分を再現するのもとても簡単で、先ほどのラインツールでこのように線を書いてあげて、先ほどのこの2点円弧を選んで、この部分とこの部分に線を引いてあげれば、この角を消したい場合はこの矢印を選んで、バンクの角の直線をクリックして反転させ、今この線が青くなってるんですけども、この線を青く反転させてあげて、このフォローミーツールを押して、バンクの角の面をクリックしてあげると、一瞬でこの部分のバンクの角が丸くなってくれます。これ本当に便利ですね。このスケッチアップというウェブ上のサービス、もともと Google が作っていたスケッチアップというものを、このトリンブルという会社が買い取ったみたいなんですが、無料版では自由に色を変えれなかったり制限はあるんですが、このバンクをきちんと寸法通りに設計して、このようにバンクの中も同時で覗いたりできるので、そういった意味でもめちゃくちゃ便利ですね。これ使用に関しても使い始めから1時間ほどで習得できますので、そういった意味では直感的に使えるかなり便利なツールだと思います。先ほどこのフォローミーツールというこのツールを使って、このバンクを丸くしたり、この底面の角を取って R をつけたりしましたが、これ以外にも角を取って丸くする方法があって、それはこの部分のバンクの角の直線の部分を選択して青く反転させた後に、この右側の端にあるソフトニングというものを選ぶと、この青く反転したこのラインをこのソフトニングという機能を使って、このように角を丸くしてあげたり、角をほとんどなくしてあげることもできます。今角がほぼなくなった状態なんですけれども、
この斑点をなくすと、このように横から見ると滑らかな形状になっています。こういったことがワンタッチで直感的にできるのもめちゃくちゃいいですね。またこのスケッチアップにはもう一つすごい機能があって、右部分にあるこの影というものを選択して、この影マークをつけてあげると、このように最高の感じもわかるようになっています。なのでご自身でどの部分に窓をつけたりですとか、天窓をつけたりした時に、何時の時間帯にこのようにどのぐらいの影が入るのかっていうのも確認できるようになっています。この点もめちゃくちゃいいですね。これとても無料でここまでできるとは思えないような感じで設計されています。すごく面白いですね。そういった意味でも、この影の選択には何月何日の何時頃といったような設定もできるようになっていて、時間帯や季節によって太陽光の入り方のシミュレーションができるので、天窓や側面、そして背面の窓をつけた時の一つの指標にもなります。これが無料で使えるというのはかなりすごいですね。めちゃくちゃ便利に使えます。また先ほどの 3D ウェアハウスで検索して、軽トラックの 3D データも無料でダウンロードできるようになっているので、このように完璧とはいきませんが、ある程度イメージをさせるような感じで配置することも可能です。このスケッチアップの無料版、すごく簡単に立体設計できますので、これをもとに内装や外装をもっと煮詰めて、自分にとって快適なキャンピングシェルを作っていこうと思います。ここで実際のキャンピングシェルの進捗についてお知らせしておきます。現在先ほどの立体設計図をもとにキャンピングシェルのダミーを作ろうと段ボールで型を作ったりしましたが、段ボールの強度不足でイメージした型が作れず、新しい材料を購入して型作りをやり直しています。私はこれから作るキャンピングシェルを FRP というこのようなキャンピングカーにも使われる素材を使おうと思っていて、 FRP を使った DIY を一度もやったことがないので、かなり調べながらやっていて時間もかかり、まだ全然お見せできる段階ではないので、もうしばらく時間がかかりますが、安全で快適に過ごせるキャンピングシェルに仕上げたいので、もうしばしお待ちいただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。